東急月草は、北草の、第八代皇帝。死亡は、体上合同春列村皇成文、忍徳賢治、秋高皇帝という文字が入っている。忌み川吉第六代皇帝、新草の六尾。諸賀の際に優れ、北草最高の芸術家の一人と言われる。一方で、政治的には無能で、彼の知性には、人民は悪性に苦しみ、水古伝のモデルになった。 総方の乱など、地方反乱が頻発した。元府三年、兄、明衆が、死死のないまま25歳で崩御したため、弟である、長吉が、皇帝に即位した。最小少頓な重臣は、長吉の皇帝としての資質に疑念を抱いていたため、他の子を皇帝に押したが、皇太后無騎士の意向により、長吉に決まったとされている。治世当初は、向井氏が、 水連調整を行ったとされ、ショートン・サイベンラ・アキラ州時代の急進的な新法派を、尻溶け、旧法派のハン・タダヒコと恩恵新法派のヒヌの奥用彼らは、新法、旧法両派から人材を投与して、新法旧法の争いを収め、福祉政策を充実させるなど、全身的な改革を進めた。また、基礎自身も芸術家の魂とも言える F で覆って、 政治への意欲を示し、成人している皇帝がいるのに、水連調整が行われるのは、おかしいと批判された。皇太后が7月に、政務の一戦を退くと、自ら政務に関わるようになった。だが、日布と力用美の新法派同士の対立に、旧法派も巻き込み政情は、急速に、不安定化していく。こうした状況に基礎は、現状のあり方に飽きたらなくなっていく。 そんな時に登場したのは、旧新進歩派の再建である。基礎の即位後に皇太后の信任を背景に、中央に復帰した、彼は一旦は、基礎や半田田彦、日布の警戒を受けて、再び左遷される。だが、中央の情勢の変化に乗じて、作動を行い、半田田彦、日布を失脚させて、政権を掌握するに至る。再建が政権を握ると、旧法派は、 もちろんのこと、日布や、実定の、最弁ら自分を批判した、信法派の人々にも激しい弾圧が加えられた。これには基礎も後悔し、両土の外交政策の対立などを理由に、再慶を何度か追放している。だが、宮廷の主要な感触は、ほとんどが、再慶の手下で占められていたこと、何よりも、基礎と再慶の芸術的な思考が近いことによる、親近感から、 すぐに、再建を復帰させた。文人、画人としての基礎はその才能が高く評価され、宋代を代表する人物の一人とされる。壮近隊と称される、独特の書体を創出し、絵画では、写実的な引退画を完成、風流天使と称された。現在、基礎の新筆は、極めて貴重な文化財となっており、日本にある、東急図は、国宝に指定されている。また、 主来に基づいた古代の冷静復活を図るべく、聖は御霊神儀を編纂し、自らも執筆に加わっている。皇帝としての基礎は、自らの芸術の糧とするために、庭園造営に用いる大岩焼を遠く南方より、運河を使って運ばせた。また芸術活動の資金作りのために、秋代の小説、水古殿における悪役として、著名な再建や、 宦官,官の道官らを投用して民衆に重税を課した。真相、秋田周期の新仰はあくまで国家財政の健全化のためであったが、基礎はそれを自らの斜視のために用いるに至ったのである。この惑星の一環としては、土地を測量する際に、正規の差しより8%あまり短い、本来は楽器の測定に用いる落着と言われる差しを用い、発生した余剰電磁を、 強制的に国庫に編入したり、売買契約書が曖昧な土地を収容するなどの強引な手段もとっている。さらに基礎は芸術に没頭する一方で、自らの権力強化に努めた。特徴的であったのは、お筆で賞の発行である。お筆で賞の制度の方がは、新早期に遡るが、基礎は、ことあるごとに自ら、見事のりを書いて、各役所などに直接命令し、 賛成や、枢密院が異議を挟むことを認めず、その実施の地帯は厳罰をもって処したのである。再敬は、基礎の側近であった息子の最優などを介して、お筆でしょうの掌握に努めようとしたが、かえってみことのりを記す基礎の意向に振り回されることになり、結果的には、基礎の行動を抑止できない彼の政治的影響力の限界を招くこととなり、 聖和6年の法然中止問題を機に、再建の最小としての立場は名目的なものと化していった。反対に、聖和年間以降は、起草とそれを取り巻く謹慎による先生が成立することになり、最小や失政の力は失われることになった。このような悪性によって、民衆の恨みは高まり、放浪の乱をはじめとした民衆反乱が続発した。こうした、 反乱指導者の中に三頭で活動した僧孔というものがおり、これをモデルにした公団から発展して誕生したのが水孔殿である。当時、僧の北方の脅威であった寮は皇帝や側近の大敗により国勢が衰えてきていた。さらに寮の背後にあたる満州では、女真族がワイアンアグダを中心として急激に台頭し金を立てていた。金と協力して、 領を攻撃すれば、建国以来の悲願である、運1 6集奪還が可能であると捉えた、北宋の朝廷は、金に対して、死者を送り、迷惑を結んだ。寄送筆、不要金形図。絵の脇の四分の文字は、送金体で書かれている。戦は三年、金は迷惑に従い、領を攻撃したが、北宋は、放浪。翌年、ようやく北宋は北方へ出兵し、 呂の天祖帝のいる遠鏡を攻撃した。総軍の攻撃は失敗を重ね、成果を上げられないことを理由に中殺されることを恐れた総軍の指揮官同官は金に援軍を要請した。会場の命では金は頂上以内に出兵しない取り決めであったが、金軍はこの要請に応え、たちまち遠鏡を陥落させた。この結果、明約通りに、 縁運16州のうち縁京伊香南の6州は総に割上されたが、金軍によって略奪が行われていた上に、住民も移住させられていたため、この地からの税収は当分見込めない状態であった。さらに金は縁京攻撃の代償として、銀20万両、木の30万匹、1100万貫、軍領20万国を要求したが、北総はこれを受諾せざるを得なかった。 起奇時期筆の数年通報、戦は七年、このように、縁運十六州の一部奪還に成功した総長は、金に占領された残りの州の奪還を計画し、今度は、領の敗山軍と、密かに結んで、金への攻撃を拡作した。しかしこの陰謀は金に露見し、アグダの後を継いだ大層が僧に対して出兵する、事態を招く。12月23日、 慌てた奇想は、左右や立な、交差としらと測って、罪己のれを出すと退位し、長男の長官に上位して、大上皇となった。奇想はさらに金軍から逃れるべく、左右やわずかな官官だけを引き連れて、開封を脱出した。ところが、進行に落ち着いた奇想は、金軍が一時撤退した後も、帰国の気配も見せず、自立の動きすらあった。そのため、金僧、 ごさとしらの格策で開封に連れ戻されて幽閉され、再慶不死、同官らは配慮され、後に再慶ら病死者を除いて処刑された。成功元年、金軍は開封を陥落させ、奇想は金僧らと共に金に連行された。昇降五年、奇想は五国城にて五十四歳で死去した。またこの時、共に奇想の比利子、金僧の皇后主史など、僧の宮廷の日、 王女、あらゆる喪失の女性や女官、救助たちが、金軍の慰安用に北に連行され、高級に入れられた後、天海5年6月には、金の関節の議郎である、イ井院に下されて、金の皇族、貴族を客とする娼婦になることを強いられた。南宗を建てた、高宗の聖母であった、遺妃は老齢に達するまでこの境遇を耐え忍び、南宗で、高宗に迎えられて、長寿を、 末うしたが、主公号はその境遇に耐えかねて、闘身自殺している。基想は道教を信仰し、同士の林霊祖を徴用した。林霊祖は、先生の号を授けられ、同学が設置された。基想自身は、同君皇帝と称し、老子や、創子に注釈を行った。その矛先は仏教に対する抑圧政策にも現れ、仏を、大覚金銭、僧侶を、 特使などと解明させて、僧侶には、道服の着用を強制した。ただし、これは一年間で撤回された。以上、僧氏、金氏、総海洋修公成功廃止戦勝三崎多命改編に基づく。長官皇太子、金僧、母は、皇后王氏、長王、聖護官もなく溶接長海王。母は、貴妃王氏、長家寺慶王。 要説、長クルル、宿王長古慶王長久、聖王。母は、貴妃強子。長益王、長構え、皇王、後の南宗の皇宗。母は、遺憲妃。長在王、宗生、長肩義妃王、長職王。母は、異宿貴妃王氏、長木義王、宗生、長太、長、長義王。母は、憲妃王子。1132年。 金で不国罪を問われ、処刑された。長王、陽節、和王。母は、おさむよう妖1128年、金でイボアニの長に殺された。長橋場美シ王、長椿官王、陽節、長安公軍王、長公平軍王、長吉鎮国公、陽節、長、小国公。母は、貴妃王氏。長英国公。金の五国城で自殺。 長賢安軍王。母は、民節皇后粒子。成功の変の頃に死去。蝶橋、下国公。母は、民節皇后粒子。12歳で金の五国城で創生。長宗から恩国公、長英国公。母は、民節皇后粒子。長麒麟儀国公、長柄正邦二公、長もみ、純国公、長小韓国公。母は、王子。 超極大金への連行途中で生まれた。母は、大石。超柱金の五国城で生まれた。母は、遠洋園宝室。超弓金の五国城で生まれた。母は、小姫帝子美娘。吉則、三角姫、超玉番母は、建築皇后を呈しそうで、そう、に降下し、金で、ワイアンスを岩尾に再化した。その後、 広州の高級に入り、夫人となった。英徳、三カ姫、超金目引く母は、あらわ教皇も王し、金層の同母妹。うで、層明に降下し、金で、ワンヤン政に再下し、また、州古国王に再下した。その後、広州の高級に入り、夫人となった。純粛三カ姫から溶接。母は、剣飛王し、安徳帝姫。 長金羅母は、建築工合を呈し、そうで、総国秘密に降下し、金で、ワンヤンと母に再下して間もなく死去した。持ち長、三角姫、長福金母は、名達工合粒子。そうで、彩に降下し、金で、ワンヤン創望むに再下した。ことぶき三角姫から溶接。母は、建築工合を呈し、平祝三角姫から溶接。 母は、石粛騎士王子。安宿、三角姫から溶接。母は、明達皇后粒子。ストクテ姫から、母は、騎士王子。宋堤に降下した。宋に亡くなった。公粛、三角姫から溶接。母は、石粛騎士王子。堺宿、三角姫から溶接。母は、剣粛皇后弟子。保粛三角姫から溶接。母は、騎士王子。 重則、のり、みかどひめ、は建築皇后を呈とし,しとくみ姫長富め、ちょは明達皇后つこし。そうで、伝んに降下し、金で、ワんやんせつやに再化した。起伏、く、みかどひめ、ちは祝被祭くひ生いし。そうせい。けんとくみかどひから、母は、さ神教師、そうで、劉文彦に降下し。 金で、荒井院に入れられた。広志宿、三角姫から、母は、騎士王子。厚志宿、三角姫長三勤から溶接。母は、宿費祭子。純徳、三角姫長英楽やわら福三角姫、長多夫母は、異祝騎士王子。新福、三角姫から、母は、剣肥王子。慶福三角姫、長多マ玉から、母は、縁洋王子。金で、 ワンヤンシャホに課した。保福、三カ姫、朝鮮老母は、おさむよう藩士。成功の平縁の頃に死去。元福、三カ姫、長金子母は、石粛気飛用し。成功の平縁の頃に死去。姉福、ミカド姫、超串玉から、母は、宿被災士。金で、ワンヤン奏春に課した。ひとし三ミ姫、長幸運母は、宿被災士。 成功の平の頃に死去。和福、三角姫長金主母は、民節皇后流し、金で、新井院に入れられた。英福、三角姫長仏法母は、祝妃祭し、金で、新井院に入れられた。礼福三角姫長金院マイナス金の広子州の、高級に入り日となった。家福、三角姫長歳月大金の広子州の高級に、入り日となった。義富、 三カ姫、長金宗とめ、マイナス金の広州の子。義阜三カ姫、超円寿大金で、ワンヤン層室に課した。純福、三カ姫、長金霊マイナス金で、王政体に課した。京福、三カ姫、超小金南層で創生した。全福三カ姫マイナス金で生まれた。聖火で、利圧死服に課した。以上、宗氏、禁止、総海洋修行。 成功止戦勝、三崎先多改編に基づく。ありがとうございます。